横書きの年賀状用のイラストです。まず花を左の方に書きます。ちょっとひしゃげた丸、そこから大きく丸を書いたら耳を2つつけます。目はこのあたりでしょうか。おっと、鼻の穴を忘れていました。牙をつけるとイノシシらしくなってきました。背中の毛を尖らせてこんな風に描いていきます。尻尾は筆の先のように描きます。足の先を2つに割って前足、後ろ足、耳の穴も描いておきましょう。これでイノシシの出来上がりです。今度は真横から見たところ、縦長に花を描いたら、そこからこんな風にちょっと尖らせてギザーギザーギザー、下は丸く描いてちょっとギザギザ、足は先ほどと同じように描きます。耳はこちら側一つになります。目も一個です。牙を描いたらイノシシらしくなります。ほっぺたも描いておきましょう。先ほどと同じように背中の毛が尖っているように、空いているところにお正月らしい文字やイラストを入れます。字を太くしてみます。次は丸を2つ描きます。大きめの丸、小さめの丸、それからここに小さめの丸、イノシシを2匹描きます。これも牙をつけましょう。こちらは大人のイノシシです。先ほどと同じようにトゲトゲを描いて足を描きます。こちらは子どものイノシシです。体の模様が違います。ウリ坊と呼ばれるので、こんな風に線を描いておきます。これも空いたところにお正月らしい文字やイラストを入れていきましょう。最後はだるまさんです。2個並べて描きましょう。卵型のように描いたら、上の方におむすび型、
ここに目や口を描きます。ほっぺたも描きましょう。あとはお好みで蝶ネクタイをつけたり、お花をつけたり、だるまの胴体の模様をつけたりします。このだるまを最初に描いたイノシシ型にしてもいいですね。だるまが転がっている様子をこんな風に表してみました。これも周りにお正月らしいものを描いておきましょう。コマを描くときは真横から見た形を描くと描きやすいです。描き方をアレンジして楽しい年賀状を作ってみてください。